Not as freedom. Wagwan, Jamaica! Yeah, people, レゲエナイト、サギヤマンじゃなくて、Wagwan! Vibes Network! Vibes! Combrat! Yeah, Jet Drive! Wing! JJ! 今回、ワールドカップ編です。ヤマン、パレージさ、上がったよね。渋谷とかやばかったらしいっすよ、ね、あれもバイブスの塊すごかったらしいっすよ、ね、固まってたね、うん、ジャマイカマジでサッカー熱いです。国民超熱狂的、うん、多分一番人気あるスポーツなんじゃないかな。ジャマイカのアーティストも結構このサッカー選手を崇拝してるというか、そういう曲も結構あって、ね、独自のルートで調べたんです。ふぅいいんです。まずゲームで FIFA っていうゲームがあります。その FIFA ってゲームではコフィーのプロップとか、うん、ラプチャーとかすごもう公式のミュージックとして使われてるんでしょ。すごゲームの中ですごいすごね。実際のダンスホールレゲエジャマイカでどうなのかっていうので、うん、今回はどんだけダンスホールとサッカーがこういい感じなのーボーちょっと今のはマジでカットだジャマイカの選手もね、うん、めちゃくちゃヤバい選手いっぱいいて、実は、うん、ライアン・ビエリっていうのがライアン・ビエリとかよく自分に書いてたもちろんジャマイカ代表だと思う、うん、すごっ。あとスターリン、スターリンはもうだってあの今まさにやってるワールドカップで決めたっすもんね。でも国籍はイングランドなのかな。そうっすね、イングランド代表の選手でスターリンっていう選手が出てて、得点シーンも出てたんですけど、今回のワールドカップでサッカー選手の名前が入ってる曲をいろいろ調べてきたんですけども、はい、まずどんな選手が曲に入ってるか軽く上げて聞きます。まずはフランク・リベリー、フランク・リベリー、リベリー、リベリー、バロテッティ、バロテッティ聞きますね、ロベルト・カルロス、ロベルト・カルロス、メッシ、メッシ、メッシ、ベンゼマ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 、まあ、この辺が有名なとこかなっていう、うん、どの曲で入ってるかって言えますか。まずフランク・リベリーっていうのは第2巻で紹介した、はいはい、ワンビクストンの、うん、キキラカリバリー、キカフェカフェフェメゴールキキラカリバリー。バロテッリは、バロテッリは、うん、スキリベングのトルペドで入ってるっす、うん、はぁ。あとはファイブスカーテルのウーチリックインっていう歌があって、うん、ジジョなんかいるんですか、知ってる選手。ロベルト・カルロスでしょ。ロベルトはね、マシカのね、ハードボールで、ハードボールで結構あれで踊ってる映像とかありましたよね。ジャマイカのダンサーでエクアナックス・シャンカーズってやつらがいて、うんうん、そいつらが作ったダンス、トップストライカーっていうトップストライカーダンスがあって、ちょっと改めて見ませんか。あれ見よっか、うん、2016年この時、うん、ダンスから帰ってきてこのダンスだけ上げたいなと思ってペッて上げたんですよ。で起きたら2000通知ぐらいなんかバーって来ててどうしたんだろうって思ったらこれがバズってた。びっくりした。わーねーわーねー、こんぐらい短い動画だから結構綺麗に揃ってるからってのもあったんだろうな。なんか綺麗綺麗だもんね、シンクロ率が。ちなんでもいいですか、うん、これ見て、うん、ダンス始めたっす。マジで、やば、そうなんだ。じゃあその、うん、もともと3でやってて相方がもうめちゃくちゃこれ踊るんですよ、うん、何それみたいな、知らねえのくらいの感じで来られて、うん、ちょっと悔しくて、うん、俺もちょっとなんか呪いに行かないとなと思って。相方やサッカー部ですか。全然柔道部。バイブスネットワーク。ダンスホール界でもさ、トロピックスっていうインスタのアカウントがあって、60何万ぐらいのフォロワーのそのカリビアン系の情報系のそのインスタのアカウントで、すげえもうみんな超それ見てるみたいな、そこにそのドイツ戦に勝った日本みたいな感じで、その日本の今のテンションみたいな感じで、俺がもうフルで撮ってる映像をなんか上げられちゃってあれこれどっかでも見たなみたいな。僕その映像結構なんかそこで使われちゃってから、なんかいろんなジャマイカ人がさ、あこれコンブレットだってタグ付けしてくれるインスタで、よっみたいな上げられてるわと思ったら、めちゃくちゃみんななんか受けてんだそれに、ジャパーンみたいな。2回目スペインに勝った時とかはラビッシュバットネスとダンスさんじゃん、あれ大阪編でやった時あったじゃん、あれでヤーズがヤフーボーイズのラブかけてるから、俺が踊ってるやつ使われていやまたこれ俺なの使うのスペイン戦で勝った時もしたら次の
3個目の動画クロアチア戦で一点先制してたよ日本、うんうん、そしたらもうそこになんか3回目の投稿ではもうさすがになんかジャパンみたいな感じそのままコンプリートジャパンってなっててサッカーを通してこうやってダンスホールでも繋がれるっていうかさ使ってくれるっていうのが超嬉しいですよね。なんか絶対今回の日本のサッカーで結構いろんな国の人たちが日本に興味されて持つというか、うんうんね、これ日本のダンスホールシーン来るんちゃうんこれもう来たんちゃうんこれ来たジェイさんどう思います？来てますまあまあね、そんな感じで、いろいろ話させてもらったんですけど、はい、バイブスネットワークが日本代表にバイブスもらったってことで、はい、もらったバイブスをネットワークに乗っけてこれからも届けていこうと思うんでサッカー好きのみんなもぜひバイブスネットワークをチェックして人生を豊かにしていこうぜってことで、うん、レゲエの挨拶はヤーマじゃなくてワーゴワーンバイブスネットワークフットボール編でした。アウト言い忘れたぜ。フレッシュライクのダンスチャレンジが25日に締め切りになります。12月25日フレッシュライクのチャレンジ締め切りなんで皆さんで26日に発表します。当選者イヤーマンもうね40組ぐらい集まってくれたんでさらに最後みんなのフレッシュライク待ってるぜということでアマウト